君は、巨獣特捜ジャスピオンを知っているかね？特撮ヒーローものだよな。仮面ライダーなどと比べるとマイナーな気がするから、当時の世代じゃないとわからないんじゃないのか？ちなみにジャスピオンは、1988年にブラジルでテレビ放送されると、社会現象とも呼べるほどの大きな反響を呼び起こして、2018年にテレビ朝日が、ブラジル人1000人に聞き取り調査をした。ブラジルで聞いた日本人知名度ランキングでは、1位にジャスピオンに主演した、黒崎ひかるさんが選ばれたわ。ええー、そうなのか。さらに、ブラジルで偉業を成した日系人は、ジャスピオン、と称賛されることもあるそうよ。一体なぜブラジルでは、ここまでジャスピオンの人気が高いんだ。それでは今回はブラジルで英雄となった、ジャスピオン、について解説していくわね。では、まず、ジャスピオンと、その背景について簡単に解説するわね。巨獣特捜ジャスピオンは、1985年に、いわゆるメタルヒーローシリーズの第4作として、日本でテレビ放映されたわ。メタルヒーローシリーズとな。このメタルヒーローシリーズには様々な解釈があるのだけど、公式的には、1982年の宇宙刑事ギャバンから、1998年の鉄腕探偵ロボタックまでの17作品とされているわね。明確な定義があるわけではなさそうだな。このメタルヒーローシリーズが誕生した背景には、1980年代は、それまで定番だったウルトラマン、仮面ライダーシリーズが中断となって、毎週放送される特撮テレビ番組は、スーパー戦隊シリーズのみとなっており、特撮番組冬の時代、とも言える状況だったわ。長く番組が続くと、マンネリ化は避けられないよな。そこで、新たなコンセプトとして、近未来の金属質のボディを持ったヒーローが企画され、メタルヒーローシリーズの第一作である、宇宙刑事ギャバンは、平均視聴率が 14.9% を記録し、その後も、宇宙刑事シリーズ3部作として、大成功を収めるわ。新しいヒーロー像が生まれたわけだな。そして、4作目となる巨獣特捜ジャスピオンは、前作である宇宙刑事シャイダーを、さらに超えることを目指した作品で、当時の最新の合成技術、ワイヤーアクションなど、映画の演出にも負けない大規模な予算が投入されたわ。映画さながらの映像が、家庭のテレビで見ることができたのか。しかし、ジャスピオンの平均視聴率は 11.8% と、前作のシャイダーの視聴率を超えることができず、視聴率は悪くはなかったと思うけど、大規模な予算投入と、その意気込みを考えると、制作側にとっては物足りない結果だったでしょうね。なかなか難しいところではあるよな。その後も特警ウインスペクターの成功など、メタルヒーローシリーズは人気を博していたのだけど、1990年代半ばから、徐々に視聴率は低迷。1998年の、鉄腕探偵ロボタックを最後に、テレビ番組としての、メタルヒーローシリーズは幕引きとなったわ。それでも17年も続いたのだから、大したものだよな。そして、2000年より仮面ライダークーガがテレビ放送されると、仮面ライダー人気が再燃、平成仮面ライダーシリーズとして、2023年現在でもシリーズが続くこととなって、メタルヒーローシリーズの流れを引き継いだとも言えるかもしれないわね。さて、冒頭でも、ブラジルでは、ジャスピオンが大人気作品であることは話したけど、ジャスピオンがブラジルに浸透するまでの流れを解説していくわね。よろしく頼むぜ。ブラジルと日本の関係は、歴史的に深いつながりがあって、1908年の明治の時代から、およそ100年間に、26万人の日本人がブラジルに集団移民したと言われるわ。当時の日本は貧しかったんだろうな。そんなこともあって、2020年には、約200万人の日系人がブラジルに住んでいると言われ、ブラジル国内では、日本人社会の多くのコミュニティが存在しているわ。また、ブラジルでは1964年に、特撮番組、ナショナルキッドが放送され、本家の日本を超える大ヒットになったわ。ナショナルキッドとな。こちらは、日本の松下電器が、自社のナショナルブランドを売り込むために作った特撮番組なのだけど、現在の日本での知名度は低く、放送当時も危うく打ち切り寸前だったらしいわ。当時は盛り上がっていたのかもしれないが、聞いたことがない作品だな。そして、1964年にブラジルで放送されると、大きな反響があったようで、1990年代に VHS のビデオが、ブラジルで発売された時はリバイバルヒットとなって、今でもカルト的な人気があるそうよ。ちなみに、ブラジルでナショナルキッドのビデオを発売する際に、ブラジルのバイヤーが日本へ版権を買いに行ったらしいのだけど、当時、日本では全く需要がなかったので、長らく倉庫に眠っているマスターテープを探し出すことになり、日本人の担当者はかなりびっくりしたらしいわ。日本ではマイナーな作品が、ブラジルでは大人気とは驚きだぜ。話はそれたけど、1980年代の、ブラジルのサンパウロリベルダーデ地区では、世界最大規模の日本人街があって、そこでは日本人向けのビデオ店があり、日本の映画やテレビ番組などのビデオを取り扱っていたわ。1980年代といえば、VHS のビデオの全盛期だよな。そんなある日、エベレストというビデオ店の経営者であったトシさんは、ブラジルの子供たちの間で、日本の特撮ヒーロー作品が頻繁に利用されていることに気づくわ。
これはビジネスになると考えたトシさんは、早速、配給会社である東映に連絡を取り交渉を開始。すごい行動力だよな。交渉の結果、当時の最新作であった、巨獣特捜ジャスピオンと、電撃戦隊チェンジマンの版権を、それぞれ30万ドルで購入したらしいわ。当時のドル円のレートは200円を超えてたから、2作品で1億円ぐらいは払ったってことだよな。こうして4作品のビデオ販売ができるようになり、トシさんが次に目指したのが、獲得した作品のテレビ放映だったの。しかし、肝心のブラジルの主要放送局は、ジャスピオンの放送に消極的だったわ。どうしてなんだぜ。1970年代のブラジルでは、ウルトラマンが放送されていて、一時期は大ブームとなっていたのだけど、1980年代に入ると、そのブームは急速に収束に向かい、ブラジルのテレビ関係者にとっては、日本の特撮番組では視聴率が取れないとの考えだったそうよ。時期が悪かったな。テレビ放映に向けての苦戦が続く中、唯一関心を示したのは、レデマンチェテ、というブラジルの新興の放送局で、ジャスピオンとチェンジマンを、放送スケジュールに組み込むことを決定するわ。ついにやったか。こうして、いろいろと紆余曲折があったけど、1988年に、巨獣特捜ジャスピオンは、ブラジル国内にてテレビ放映されることとなるの。1988年、レデマンチェテより、ブラジル国内にて、ジャスピオンがテレビ放映されると、瞬く間に大きな反響を呼び起こすこととなり、その後は、朝の子供向け番組と、ゴールデンタイムの2つの時間帯に放送されるようになって、ジャスピオンは、レデマンチェテ創設以来の最高視聴率を記録したそうよ。ついに英雄がやってきたか。日本では、ジャスピオンはメタルヒーローシリーズの第4作目という立ち位置であったけど、1980年代に、ブラジルでテレビ放送された日本の特撮番組としては、パイオニア的存在であり、ウルトラマンシリーズ以来の大ヒット作品となったわ。そして、同じ年にテレビ放送された、電撃戦隊チェンジマンも、スーパー戦隊シリーズの先駆けとなって、ブラジルでは大成功を収めるわ。スーパー戦隊シリーズも来たー。ジャスピオンのヒットは、ブラジル国内では社会現象を起こしたそうで、ブラジルでは、関連のおもちゃ、雑誌、お菓子などの商品の売り切れが続出したわ。ちなみに、2014年にバンダイより、ジャスピオンのフィギュアが発売された時は、ブラジルのファンも歓喜したらしいわね。いかにブラジルのファンたちに愛されているのかわかる話だよな。その後もブラジルでは、続々とメタルヒーローシリーズが進出することとなって、1989年に、世界忍者戦時代や、1990年に、機動刑事ジバンが放映されて、いずれも成功を収めたそうで、ブラジルのテレビ局では、空前のメタルヒーローシリーズブームとなり、日本の版権をこぞって買い付けて、テレビ放送を行ったわ。もしかしたら本家の日本以上に、ブラジルでは盛り上がっていたのかもな。中でもジャスピオンの人気は飛び抜けていて、1994年と1996年に再放送されると、いずれも高視聴率をマークしたそうよ。ここまでブラジルで人気が出た背景については、ブラジル人のおおらかな国民性もあって、ちょっとコミカルな雰囲気のある黒崎ヒカルさんのキャラが受けた、との話もあるのだけど、ブラジル人ファンの間では、日本ではなぜジャスピオンが、ブラジルほどの人気がないのか、疑問を持つ声もあったようね。ブラジル人の気質に合っていたってことかい。ブラジルのウィキペディアによると、日本のパイオニアは宇宙刑事ジャバンであり、4番目のシリーズであるジャスピオンは、目新しさがなかったのでは、と分析されていたわ。それだけブラジルのパイオニアとして、初めて放送されたジャスピオンの衝撃が、強かったってことなのかもね。もともと前作を超えるために、多くの予算をかけて、当時の最新の合成技術など使ってたって話だったもんな。まさかその思いがブラジルで開花することになるとは、予想外だったぜ。こうしてすっかりブラジルに定着した、日本のメタルヒーローシリーズだったけど、多くのテレビ局で放送された結果、急速にマンネリ化が進んだみたいで、1995年に放送された、特急司令ソルブレインを最後に、新作のメタルヒーローシリーズは放送されなくなったみたいね。さて、ここではブラジルのジャスピオン関係の、こぼれ話的な話をしていこうかと思うわ。まだまだいろんな話がありそうだな。まず、ジャスピオンのヒットによって発売された関連商品は、漫画版ジャスピオンがあったわ。日本国内では発売してなさそうだな。スタイルもアメコミの影響を受けていて、ラブロマンスのシーンもあったり、少し大人向けだったらしいわ。他にも、チェンジマンなどのバージョンもあるみたいね。対象年齢は子供向けではなさそうだな。また、日本ではジャスピオンの次の、メタルヒーローシリーズ第5作として放送された、時空戦士スピルバンが、ブラジルでは1991年に、ジャスピオン2として放映されたわ。スピルバンって、ジャスピオンと繋がりはあったのか？両作品は全く独立した世界観だったので、続編だと勘違いしたファンも多かったみたい。マーケティング的なやつかな。また、ジャスピオンの主題歌は、かなりブラジルでは人気があるそうで、確認は取れなかったけど、おそらく日本語の主題歌がそのまま流れてたみたいね。ヨウツベなどで、ジャスピオンのテーマソングが上がってるけど、
コメントを見ると、ブラジル人と思われる、ポルトガル語のコメントで当時を懐かしむ感想に溢れているわ。本家の日本語のコメントよりも多いとは驚きだな。ちなみに、チャスピオンの挿入歌を歌っている、串田明さんは何度かブラジルに渡って、現地でコンサートを行っているのだけど、ブラジルで1988年にジャスピオンが放送されてから、30周年にあたる2018年に、日本のアニメソング歌手グループである、ジャムプロジェクトの準メンバー、ブラジル人歌手のヒカルド・クルーズさんのようつべチャンネルにて、串田さんは、ジャスピオンのテーマソング、およびポルトガル語版まで披露し、2023年8月現在の再生数は、96万回を記録しているわね。日本語の主題歌で、ここまでブラジル人の心を動かすとはな。そして、同じ年の2018年は、ブラジルの映画配給会社の佐藤カンパニーにより、リメイクの新作映画として、居住特捜ジャスピオンの制作が発表されたわ。おお。さらに、その年に個人のブラジル人ファンによって作られた、3D アニメーションでリメイクされた、ジャスピオンの映像がようつべで公開されて、その高いクオリティの映像に、再生数は246万回を記録するなど、ジャスピオンの映画化に向けての機運が、大いに高まったわ。これは期待しかないぜ。映画はいつ公開されるんだ。2023年8月現在、音沙汰がないわね。は？なんだって、なんだって。さて、ブラジルの、ジャスピオン人気を取り上げてみたけどいかがだったかしら。待て待て待て、まだジャスピオンの、映画化の話が終わってないんだぜ。ブラジルのジャスピオンの、映画化の話なのだけど、当初は2020年公開予定の情報があったり、その後は2022年の公開を目指すとの情報も出てきたりしたけど、2023年8月時点では、公式的な情報は出ていないようね。ちょうど例の病気が、世界的に騒ぎになる前の話でもあったので、当初の予定が、大幅に狂ってしまったのかもしれないわ。となると、まだ公開されてないってことか。この件について、関連情報がないかいろいろ探してみたところ、ブラジル人ファンが作ったと思われる、Twitter、ではなく、X、より、ジャスピオンの映画化について、情報が発信されていたわ。その情報によると、2023年7月16日に、リメイク映画を告知した、佐藤カンパニーの佐藤社長が、トークイベントの壇上に上がっており、その際に、映画化についても言及があったみたい。大まかな話の内容は、まだ、映画の制作については進行中で、佐藤社長が東映と交渉を行っているが、台本がまだできていない。撮影用のコスチュームはすでに作られている、とのことだったわ。制作は難航しているようだな。別の情報によると、主人公を演じた黒崎ひかるさんなど、当時のオリジナルメンバーの出演を考えているらしいのだけど、調整はかなり難航しそうね。こだわりは感じるので、ぜひ映画化を実現してもらいたいよな。日本初の特撮ヒーロー作品が、これだけブラジル人の心を動かしたのだから、将来的には、ハリウッド映画のアベンジャーズシリーズに負けないような、日本の特撮シリーズが生まれてほしいなって、妄想しちゃうわね。てなわけで、ブラジルの英雄、ジャスピオンを取り上げてみました。コメントや、高評価をもらえると励みになるぜ。それでは、バイバイ。